マシェリさん、はじめましてというか、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。ですね、ぴったり20時です。2022年10月、今2月って言いそうになっちゃって、なんで2月？ 2022年10月19日。いつもね、科目でやってるんですけれども、今日は水曜日、19日水曜日です。20時になりましたので、ハンドメイド教室のイロハ、今更聞けないことを話しちゃう。今日のテーマはですね、あ、たかこ、たてわきさん。はじめましてかな、もしね、よろしければ、マシェリさんもですね、コメントいただけると嬉しいです。今日のテーマはですね、番外編です。いつもね、テオリ教、ハンドメイド教室の、ポイントなんかをね、お話ししています。そう、自己紹介するの忘れちゃった。布クリエイター&ハンドメイド特化、教室運営アドバイザーの湯咲子、ゆあです。私はですね、テオリの教室とアルメニアンレース教室をやっています。特にテオリの教室はもう20年以上やってます。独立、カルチャースクールから独立してももう17年目、この秋でね、なっています。そういったね、長く続けるためにはどうしたらいいか、長く受講してもらうにはどうしたらいいかって言ったことをポイントにして、このハンドメイド教室、いろはではお話ししています。あとね、今日の番外編みたいに、あ、純子さん、すごいありがとうございます。メンタル面、今日みたいな番外編もね、時々やってるんですけれども、メンタル面のこともポイントを置きながらお話しさせていただいてます。よろしければね、コメントの方お待ちしています。どうですか、東京、マシェリさんはどちらなんだろう。私東京なんですけれども、ちょっとね、もう寒くなってきましたよね。実は私超寒がりでですね、こんななんかね、保温性のある自分の体温をちゃんとね、こう、なんかキープしてくれる素材のね、こういうちょっとこういうのをちょっと今年買いまして、足にそれを巻き巻きしながら、今日はお話ししたいと思っています。さてですね、早くしろって言われそうなので、今日のテーマ、自信はどうやってつけたらいいのか。このことをね、ちょっと私なりにお話ししていこうと思います。でね、このテーマ、なんで私このテーマにしたかと言いますと、今日でね、インスタライブ29回目なんですね。まあ、次回来週で30回目なんですけれども、毎週科目、今日は水曜日なんですけどもね、やってきて、結構皆さんコメントとかくださってるのをね、こうやり取りしながらですけれども、見学に来た方とか、ワークショップに来た方の、あと一押しができない方が多いみたいなんですよ。あと、この金額つけられない。っていうね。そういう感じの方が多いようにこうね、感じるんですね。それってなんでなんだろうって思った時に、自信がないのかな。自信っていうのはね、自分のこの教室にお金を払ってきてもらうなんて、なんか申し訳ないっていう、ほら、ちょっと日本人、いい意味ではね、日本人のなんか奥ゆかしさというか、そういうところもありの、一押しができなくて逃しちゃってるっていう感じの方が多いような気がしたんですよ。イコール申し訳ないとかって思う気持ちって、ちょっとまあいい意味ではね、奥ゆかしい感じはあるかとは思うんですけれども、イコール、やっぱちょっと自信がないのかなというふうに私は思っちゃうわけですね。それで、じゃあどうしたらいいのかな、どうすれば自信を持ってもらえるのかなっていうふうに考えて今日のテーマにしたわけですよ。で、今日はですね、その2つのことをお話ししていこうと思います。どうやったら自信を持てるようになるか、そして2つ目はね、
自信をつけるためにね、どうしていけばいいか、この2つね、お話ししていこうと思います。これはまあ私の考えです、私の考えなので、それは聞いていただいて、そうかそうかって思ったりとか、って思ったりとかね、いろいろまあ感じていただけたれば嬉しいなと思います。でね、じゃあこのことを話すのにどうやってお話ししたらいいかなってちょっと私思ったんですよ。ね。で、逆に自信を持って言えることって何かなって思ったんですね。で、考えたときに、例えばですよ。例えば、あずちゃんさん、こんばんは。ありがとうございます。ちょうどね、今からね、お話ししようと思ったところですよ。今日の番外編。自信、どうやってつけたらいいのっていうことについてね、これからお話ししようと思っているところです。自信を持って言えること。例えばですよ。例えば、おいしいスイーツ、おいしいキーチーズケーキをね、食べたとします。そうしたら、あのチーズケーキ、本当おいしかったんだよ。今度新しく、ほら、駅前でできたの、なんちゃらっていうお店のチーズケーキ、すごいおいしかったから、行ってみてって言いたくなっちゃいますよね。なっちゃいません？ねえ、食べるものって、まあ、甘いものがね、あまりお好きじゃない方は、きっと、ダメって感じになるかもしれないんですけれども、あ、ママトさん、こんばんは、ありがとうございます。今日は番外編。自信はどうやってつけたらいいのっていうことについて、ね、今お話ししてるところです。甘いものって、甘いものが嫌いじゃない限り、そもそも味覚になんて言うんですか？ほら。料理とかって濃いめの味が好きな人とか、ね、ちょっと薄口の味が好きとか、なんかいろいろありますけれども、甘いものってほら、そんなに甘いものが嫌いじゃない限りね、こんばんは、ママトさんも頑張ってらっしゃいますよね、今ね。いいですね。ね、嫌いじゃない限り、そうそうね、なんかこう、そんなの美味しくなかったよってことないような気がするんですね。なので、まあ、例えばの例ですよ。駅前の新しくできたお店のチーズケーキが本当に美味しくてさ、ぜひ買ってみてとかね、そういうことって、あ、みふくちゃんこんばんはです、ありがとうございます、来ていただいて、そういうことって、この代わりに私早いですよね。そういうね、チーズケーキ食べて美味しかった、本当に美味しかったら言えますよね、自信を持って。そういうことなんじゃないかなとちょっと思ったんですよ。つまり、本当に本当に心の底からいいと思ったってことはおすすめできるわけですよね。違いますかね。ね。なので、じゃあ私どうしてるかなと思ったんですよ。この自分の教室の時に。で、まず、なるべくですよ。なるべく。知ったかぶりをしない。時々しちゃうんですけどね。知ったかぶりね。なるべくですよ。知ったかぶりをしない。間違ったらなるべく、なるべくね。謝る。あ、ラジャレンジャーさん、今晩も来てくださりました。ありがとうございます。なるべく、間違ったら、あ、すみません。ごめんなさい。忘れちゃった。とかね。忘れ物しても謝る。間違っちゃっても謝る。で、生徒さんが正しいなと思ったら、あ、それ生徒さん正しいですねって、生徒さんのことを認めるようにする。これって、自分の気持ちに嘘をつかないというか、なるべくね、私も嘘ついたりするんですよ。ちょっと下かぶりも思いっきりしちゃいますけど、自分の気持ちというかね、真摯に人と向き合うというか、間違ったら間違っちゃいました、ごめんなさいって言うし、何々さん、なんとかじゃなかったっけって言っちゃうしね。そう。だからその、なんか隠そうとか、なんかそういうふうにはしないようにということを、
に私は心がけてるんですね、まあ、教室のね生徒さんたちというか教室を運営するにあたって、ここでですねダジャレンジャーさんが、ダジャレンジャーさんは今ねこのダジャレンジャーという名前のようにですねいつもダジャレをおっしゃってあのコメントしてくださるんですね。あの大学の時にお知見だったそうで謎かけをしてくださいます。そこで今日はごめんなさいとかけて禁煙と解く、すいません、あ、すごい、これは素晴らしいです。皆さんも素晴らしいと思ったら拍手お願いします。あ、すごい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 。ごめんなさいとかけて禁煙と解く、すいません、そう、わかりやすい、これは素晴らしいです。括弧で解説しなくてもわかりました。ダジャレンジャーさんありがとうございます。こうやってですねダジャレンジャーさんは盛り上げてくださってます、ありがとうございます。ああ、読めないんですけど XIJ さん、アイコンはなんとなくわかりますか、どういう投稿されていたかはちょっとあんまり記憶になくてごめんなさい。よろしければ、ね、コメントしてください、ね、そんな感じでですね私はなるべくこの教室の生徒さんとかこうやり取りするときもって思ったらって言っちゃったりもしますし、あの自分、まあ、あまりね出しすぎてもあれなんですけれども、あの真摯に、そう本当にね忘れ物もしょっちゅうするんですよ私。だからその時ごめんなさいって言ってあのね忘れ物をしたら、でその方がね全然進めなかったとするじゃないですか、私の忘れ物のせいで。そしたらその時には一回通ったっていうことにしないようにしてます。あ、スキルと鈴木さんこんばんは、ありがとうございます。そんな風にですね、私自身なるべくですよ、嘘つかない、なるべくっていう風にして嘘つかないっていうのもなんかなんですけれども、そうで、その生徒さんの作品に対しても私のできる限りのことをしてサポートするっていうのはもう決めてるんですね。ただなるべく日曜日とかコメント生徒さんって割とねそれであまり関係なくされる方もいらっしゃるんですよ。特にちょっとね定年になった方とかは土日あまり日曜日とかあまり関係ないらしくて、で私は思いっきり日曜日は超怠け者なので、なんかはーってしてる時にこうピロロンってくると、ああ仕事仕事ってなっちゃうので、なるべく日曜日はやめてねとかってちょっとコメントしたりはするんですけれどもね。なんですけれども、あ、ふんぞうえさん、ありがとうございます。今日も来ていただいて、今日もっていうかね、お久しぶりですよね。そう、そんな感じでですね、日曜日はちょっとあれなんですけれども、なるべく生徒さんに対しては真摯なように対応しようっていうのを決めてるんですね。あ、ダジャレンジャーさん第2弾です、皆さん期待してください。読ませていただきます。誠実な態度とかけてジェントルマンと解く、その心は真摯な態度は好感が持てます。素晴らしいですね。今日はダジャレンジャーさん絶好調じゃないですか、絶好調、素晴らしい。で、いつも3回目があまり良くない、嫌がったりするんですよね。すいません。そう。なるべく私はね、自分のやってることに対して、自信を、ほら、キルト鈴木さんから拍手いただきましたよ。自信を持てるようにするためには、イコール、知ったかぶりをしない、嘘をつかない。時々ね、なんとか降りってどうなんですかとかで、私の知らないこととかもね、聞かれる方いらっしゃるんです。あ、ごめんなさい、私それ知らないですって言うようにしてます。で、ね、時々、あ、してますなんて言っちゃってね、後から調べたりなんかして、こういうことでしたよなんてね、答えることとかもあったりもするんですけれども、そんな風に、そんな風にっていう言い方、例えもおかしいですけど、自分の気持ちに、自分がちゃんと、
言えるように嘘をつかないように してるんですね。それってやっぱりあの自信を持てる、自分の教室はって自分がやっぱり責任を持ってちゃんとやれてるという意識を持つ、うん、持てる一つのポイントだと思うんですよ。で今ねなんかね思いついたこと言おうと思ったけどね忘れちゃった。なんだっけな。そんでね、あもう一つね、そういう気持ちでね、まあ二十何年間やってるわけですね、私ね、教室、あ、H、もこ、もこさん、あ、ほのか、んげんさん、ありがとうございます。はじめましてでしょうかね、ごめんなさい、ちょっとね、認識してなくて、何かね、よろしければコメントしていただけるとありがたいです。そんな感じでですね、まあ、二十何年教室やってきて、生徒さんのね、作品に対しても、あの、こっちの方がいいんだな、こっちの糸の方がいいよ、こういう折り方の方がいいよっていうふうに、私の思うことをね、ちゃんと、その方の立場になってなる、あの、なるように、その方の立場になるようにして、やってるつもりなんですね。で、生徒さんが実際に、作ったもの、リビングなりなんなり置いてこんな素敵なのできたんですよって写真をいっぱい見せてくれるんですよ。それがまたね私の喜びになるんですね。そして私の自信にもなるわけですよ。ここで第3弾ダイヤレンジャーさん3回目です。わっつらばかりな人とかけて世田谷の有名な位置と解く、その心はボロが出ます。今日すごいな。この間先日、昨日も結構ね、ダジャレンジャーさんすごかったですからね。素晴らしい。そうなんですよね。やっぱり、で、なんだろう。自分に後ろめたさがあると、やっぱりこう、自信を持って人にね、言えないと思うんですね。で、私はこれ、そうやって、まあ私、ね、ちょっと、ね、熱が入りすぎてね、こう、ひっ転びそうっていうか、やりすぎっていうことも多々あるんですけれども、そうやって、生徒さんが実際に作ったものを、見せてくださって、で他の生徒さんたちも見てね素敵って言ってくださることが私の自信にまたなってくるわけですね。で自分がこのアドバイスで大丈夫なんだなっていうのをね私はね一つ一つ自分なりにこう重ねてきたようなそんな気がしてるんですね。キルト鈴木さんからも拍手いただきましたし、ダジャレンジャーさん3打数3安打グッドです。あ、モール0509さん、ごめんなさい。はじめましてかな。よろしければね、コメントしていただけると嬉しいです。そんな感じでですね、私は自分で、なるべく、嘘をつかないようにして、生徒さんと向き合って、生徒さんの作品と向き合って、そのことが私に、こんな素敵なのできたんですよって喜んでくださる生徒さんを見て私もあ自分のやり方で大丈夫なんだなっていうことを積み重ねてきてる、そんな風に思ってるんですね。そしてここでねすごく大切なのはまあそういうねこういう今ちょっとね私がねこういう風にしてちょっとずつ自信をね自分でねつけてきてるんですっていうことをお話ししましたけど、そうじゃなくて、こうやってインスタライブをね、もう30回近くやってます。この人は自信最初からあるんだろうな。で、きっとね、そういうふうに見えると思うんですよ。自信ありげに。ね。でも、そう。でもね、さっき言ったように、嘘ついてない人って自信ありますよね、きっとね。嘘ついてないもん、みたいな。あ、でもちょっと嘘つくのよ。まあ、何回も言うけどね。初めから自信ありげで、ありげというか、ありありでね、すごい人なんだろうなって。人と比べるとね、すごくそういうふうに思いがちなんだと思うんですよ。でも、違う。私反対に、自信なんか全然ないです。本当に。なんだけど、自信ないからって言って何もしなかったらそのままじゃないですか。ね自信、みんな、自信ないと思うんですよ。変な話ですね。オリンピックの選手だって、
みんな金メダル取るっていうために頑張ってるじゃないですか。それって自信があったら何もしないと思うんですよね。でも自信がないから優勝するためにコツコツやるんじゃないかな。それとそんなオリンピックの選手とね比べたらなんなんですけれども、私は自分自身全然まだまだだと思ってるし、まだまだ知らないこともいっぱいありますし、本当に全然だと思ってるんですね。でもそこで本当にやめちゃったら自信がないままで終わっちゃうじゃないですか。多分ね、これね、あん、自信ないけどいいやっていう方と、それそれで私いいと思うんですよ、別に。それで別に否定されるわけじゃないと思うんですね。だけど、それはそうじゃなくて、もっと興奮できるかもしれない、こういう風になれるかもしれないって、やる人と、人がいいってわけじゃないですよ。で、私がいいって言ってるわけじゃないんですけれども、私はどっちかっていうと、あ、諦めることもあるけどね。諦めることもあるんですけれども、ことこのね、まあ自分でね、個人事業登録してやっちゃってるっていうね、そういう責任もあるんですよ。あるんですけれども、元から自信があってやってるわけじゃないし、そうやって嘘つかないようにしていこうというふうに決めて、ちょっとずつちょっとずつ自分をこう、重ねて、で自分のやってきたことが生徒さんの作品を見て生徒さんが喜ぶことで重ねてきて、自分もあ、これでやり方が合ってるのかなっていう私の経験値にもなってきている。そうやって私自身ちょっとずつ自信をつけようと思ってるんですね。だから、うちの妹なんかはお姉ちゃんはいいよね、自信があってってすぐ言うんですけど、何言ってんのよって。キルト鈴木さん、生徒さんが自信をつけてくれますよ。そうなんですよね。生徒さんが、ね、まあ、ちょっと私のね、アドバイスこっちの色にしてよかったわとか、そんなことをね、言っていただけるだけで、私のアドバイス、あ、よかったなと思ったりもしますし、それでね、生徒さんが本当に、素敵に自分のご自宅のクッションとか、ね、マットとか、そういうのを一つずつ手作りで作って、折って、使ってくださるってことが、また生徒さんにとっては喜びになるわけじゃないですか。それのね、なんかいい、こう、サイクルができているような気がするんですね。今日の4回目、ダジャレンジャーさん。嘘をつかないとかけて、地割れ。と解く、その心は自信の表れです。あ、すごいな、ダジャレンジャーさん4打数4安打素晴らしい。でも自信で地割れやったら怖いよね。だからね、そう、今日のテーマのね、どうやったら自信をつけられるかっていうことなんですけれども、まずはね、わかんないことはわかんないって言った方がいいです。知ったかぶりしない。時々するけどね、するけどね。ダジャレンジャーさんも笑ってくださってますね。そう。時々つい、そういうなんかたわいもない嘘は別にいいんだけどね。あ、グッドラックキルトさん。はじめましてかな、ありがとうございます。コメントね、何かしていただけると嬉しいです。まずはね、自分自身に対してたわいもない嘘はいいんだよ。嘘はつかない、自分の風にしていけたらいいですよね。そうすると自分の発言にも、自信が、嘘ついてないっていうことでね、自信がついてくると思うんですね。で、誰もが本当に自信があって堂々としてるわけじゃないと思うんですよ。その時にどうするか、そのまま、まあいいや、これはこのままでって思うこともあってもいいと思うんですね。でも私はこの分野のこれに関してはちょっともうちょっとやって自分の自信のなさを埋めていきたいんだっていうふうにして
行くのか行かないのか、そっちだとどっちどういうふうにしていくかってことだと思うんですね。私も全部が全部ね、そんなふうに、ね、頑張ろうなんて思ってるわけじゃないんですよ、全然。今ね、今私この仕事部屋なんですよ。ちょっとね、かなりね、すごいことになってます、仕事部屋。あっちの教室の準備こっちでやって、あっちのこういう教室の準備こっちやってとか、あ、動画撮らなきゃ、あ、ドームスタンド立ったままとかね、もうなんかね、ぐちゃぐちゃになってますんで、そんな感じで。でも、割とね、ちゃんと掃除はわりかししてる方なんですけど、ちょっとかなりね、仕事部屋が乱雑になってますね。はい。そんな感じでね、それはちょっと関係ないかもしれないんですけれども。あ、今日の第5弾、すごいですね、今日。じゃあ、ダジャレンジャーさん。第5弾、行かせていただきます。嘘とかけて、食事の時の飛び跳ねと解く。つかない方がいい。食事の時に飛び跳ねないもん。子供じゃないんだから。こういうことですか、こういうこと。ちょっとやめた方が良かったかもしれない。だよよ4つでやめといた方が良かったかもしれない、タジアレンジャー。本当にありがとうございます。こうやってね、盛り上げていただき非常に感謝しておりますよ、本当に。このね、ツッコミもね、きっとね、ダジャレンジャーさんは楽しんでいらっしゃるんだと私は思ってるんですけど、こんな感じで自信をつける、自信ね、自信つけていただけませますでしょうか、こんな私のたわいもないお話で。ちょっとのね、ヒントになればいいと思います。ね、本当にほら、スイーツ美味しいの食べたら、絶対ほら、本当に美味しいと思ったら、勧められるじゃないですか。そんな風に、自分のね、教室もワークショップを来たり、見学者さん来たりした時に、本当にね、だから生徒さん、今までの生徒さん、私は、真摯に向き合って、その生徒さんのね、なりの作品が作るようにサポートしてきたので、自信がそれは積み重ねてね、自信があるわけですよ。きっと今回見学に来た方も習ってくだされば、その方にとって素敵なものを折って作ることができるだろうと思って、本当に思っているから、やってみませんかってこういう満面の笑みで言えちゃうんですよね。そうやって皆さんもご自身の作品とか教室とかちょっとずつでいいので、たまには嘘もね、下がぶりもたまにはいいんですよ。そんな感じで嘘をつかない自分と生徒さんに向き合って、いけたら、ちょっとはあと一押しで、見学に来た方とかワークショップに来た方にあと一押し、自分の教室のこととかも自然に言うことができるんじゃないかななんて思っております。ここまでちょっと一気にねお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。あ、キルの鈴木さん、そこそこの誇りとそこそこの自信があれば、そうね、誇り叩くといっぱい出てきたりして、ほこり。あ、ダジャレンジャーさん。第6弾。おいしいスイーツとかけて、忠臣蔵と解く。おう、その心は、おいしかった。でも、わかります。これは素晴らしい。美味しかったと、美味しかったね。美味しく蔵之介が勝ったってことですね。素晴らしい。さっきのだけが良くなかったですね。ということで、今日ね、いつもね、火木なんですけど、今日はね、火水で、やらせて、インスタライブやらせていただきました。ありがとうございます。で、来週30回目です。あ、キルド鈴木さん。宝塚おしゃれしていきますか。あ、そう。明日ね、私宝塚見に行くんですよ。東京宝塚劇場。
いえいえ、もうなんか普通のジーンズとなんか普通の感じです。もうね、私の母が好きでたからですか、もう子供の時から見てるんですよ。もうだから日比谷には何十回じゃ聞かないぐらいね、通ってます。何百回下手するとダジャレンジャーさ、宝塚ダジャレしていきますか、何ですかそれそうなんです、宝塚が昼の間見るんですけど、ちょっと帰ってくるのがね夕方になっちゃうとバタバタしちゃうんで、明日はねちょっと感激してまいります。そう、宝塚見てからもうね、あそこの帝劇に声劇場、あの辺はねもうね自分でアルバイトしてはチケット買ってね、いっぱい行きましたね。レミゼバラブルとかも見ましたし、もうねだからね私歌うの好きなんですよ。そう、わりかしね私歌うの上手いのよ自分で言うなって、こういうところがね自信ありげって言われちゃうのよね。そうそう、よくないよくないそして来週はね科目でやります。来週の30回目はですね、ブログの書き方、このことをねお話ししようと思います。今日も多くの方来ていただきありがとうございました。初めましての方も多かったので、もしねよろしければコメントとかねしていただければと思います。で、Facebook ページ、Facebook グループの方でもですね、ハンドメイド教室の、相談室というのをやってます。ここでねちょっと言えない方はですね、もう完璧にグループなので他の方誰も見れません。そのコメントしたりとかしたするのね。なのでちょっと入ってご相談したいんですっていう風に、ね、コメントしていただければそちらの方にね、お誘いいたします。あ、キルト鈴木さんありがとうと、こちらこそありがとうございます。本当に、あ、これは、ハートくださったのはダジャレンジャーさんかな、どうなんですか、ありがとうございます。ということで、本当に今日ありがとうございました。寒くなってきたので皆さん、ね、風邪などひかないようにお過ごしください。来週は科目です。ありがとうございました。おやすみなさい。